さんこんばんは。もうすぐちびくろとれみは音符姫になりそうでございます。日焼け帽子に皆さんも自分を大切にするということも、皆さんも自分を大切にしましょうね。子供たちも皮膚が弱い、乾燥するなどといった悩みを持つお子さんも多いです。皮膚のひび、赤切れや乾燥、これもケアをすることも大切だと思います。自分を大切に扱う、人を思いやる気持ちも大切だと思っております。Thank you.
チャレンジしてみましたが、とほほ、先生だって間違いやミスがありますが、誰でも違う、これ違うと言われたらどう思いますか？皆さんも違うと否定されるとカゴーズリーンとなってしまいますね。子供たちも同じです。あなたダメね、違うわよと言われたらツゴーとなってしまいます。少しずつ先生だってミスや間違いを重ねて初めて上手になるんです。ゆっくりリラックスして子どもたちの力能力を引き出してあげましょう。桃栗三年柿八年、鶴は千年、亀は万年。先生も化粧崩れに日焼け、これからもう少し自分もいたわってもいいかなと思っております。皆さんも自分を大切に扱う、人も大切にいたわる気持ちを持って見てください。先生もなるべく困っている人を見かけたら手を貸すように心がけるようにしております。なるべく自分も大切に扱う、他人も大切にいたわりの言葉、わからないことは調べる、
疑問や好奇心を持つ子はどんどん伸びます。明日もよく伸びます。ドレミのしりとり、遊びに可愛いイラストを描いてきてくださいね。炭治郎やねずこ、何でもいいんです。自分の得意なことをセンス誰でも認めてもらうと嬉しいと思います。良い子の皆さんも得意なことを先生に見てもらう、誰でも自分のことを認めてもらうとまた頑張ろうと思います。それでは